チャーオーセス6月の10日に、琉球ゴールデンキングスが、待ちに待ったリリースが発表されました。ナンバー14、岸本龍一選手は全21、22シーズン来シーズンも琉球ゴールデンキングスのメンバーとして戦ってくれることになりました。やはり琉球ゴールデンキングスにはもうこの選手はもう必要不可欠な存在となっています。来シーズンで琉球ゴールデンキングス10年目を迎える岸本龍一選手がまた来シーズンも琉球のユニフォームを着て戦ってくれることに本当に喜ばしい限りであります。またその喜び嬉しさを、報告していきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。岸本龍一選手、まずは本当にこの1年間無事にプレーができて本当に嬉しい限りであります。岸本龍一選手が2019-20シーズンの本当に終盤の時に、体調不良を患いまして、結果としましては指定難病である潰瘍性大腸炎、このリリースを見た時は本当に衝撃が隠せない状況になりました。まさか岸本選手が指定難病を患うことになるとは思いませんでしたし、もしもシーズンが続いてたらもう岸本選手の体調っていうのもより悪化していた可能性もございますし、またチームにやっぱ不安っていうのが伝播して、もしかしたらベストなプレーを岸本選手もですし周りの選手もできなかったかもしれない、そんな不安っていうのもございました。けれども、昨年の契約継続の時にやはり体調面のことを、岸本選手が報告してまして、岸本選手が問題なくプレーできるまで、回復したということが、本当に心配が一つ消えたと同時に、やはり岸本選手が、この2020-21シーズンを今までのようにプレーできるのかなっていう、結果、この2020-21シーズンはなんと岸本選手が全部の試合に出場しまして、前と遜色ないプレーを見せてくれたことに本当に感動を覚えました。本当に岸本選手がこの1年間無事にプレーをできたということが本当に琉球の選手もそうですし、ブースターの皆さんにも勇気を与えてくれたこの1年になったのではないかと私は思います。もしかしたら体調が悪化して、もしかしたら今シーズンの途中からしばらく療養に入るというリリースもあってもおかしくはなかったんですけども、岸本選手は難病である潰瘍性大腸炎と戦って見事勝ち抜いて、この1年間1日も休むことなくプレーを見せてくれました。岸本選手がこの1年間無事にプレーができたことは本当に良かったなと思います。そしてやはり岸本選手がこの1年間やはりスリーポイントも大量に量産し、岸本選手の代名詞であるディープスリー、これを実際現地で見れたのは迫力そして威力も申し分ないプレーでありました。沖縄アリーナの書かれていますココナッツのキーの場所から打たれる、ココナッツスリーという風に代名詞が付けられたんですけども、そこのシュートを見事岸本選手が決めてくれるのは本当に琉球ブースターの皆さんに喜びと興奮とそしてやはり勇気を与えてくれるワンプレーになったのではないかと。そして琉球ゴールデンキングスがスリーポイントの波に乗ってる時には、岸本選手がディープスリーよりさらに遠いところからのシュートというのも難なく決めて、まぐれではないこれが当たり前だというレベルのスリーをやはり見せつけてくれるのが琉球にとっては追い風にもなりますし、相手のチームにとってはダメージの大きいプレーになったと思います。そして来シーズンも岸本選手が指定難病との戦いというのもございますが、岸本選手であればこの指定難病である潰瘍性大腸炎に勝ち、そして来シーズンも代名詞であるディープスリー、そしてココナッツスリーまた多く見れるのではないかと私は思います。岸本選手の存在というのは、プレーでもそうですし、やはり精神的支柱になっている岸本選手がこの琉球の背負っているとも思いますので、やはり岸本選手を見ていましたら、琉球ゴールデンキングスの勢いというのも同時に分かるのかなとも思います。来シーズンもその勢いっていうのは今シーズンもしくは今シーズン以上に勢いをつけてくれると思いますし、何より新ヘッドコーチである奥谷ヘッドコーチとのまた兼ね合い、どういうまた新しい戦術プレーがこの岸本選手とマッチするかっていうのもこれまた一つの見どころになるのではないかと思います。日本代表選手も負けじを取らずとプレーで勢いを見せてくれる、岸本選手の来シーズンのプレーというのも目が離せない状況になります。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。以上です。